のりチャンネル。今喋ってて僕寒いも出てますけど、今まで見た人間の中で多分一番やって思うぐらいすごい、もう人間じゃないです。もう1円も使わずに生活できる。で、休みの日は小遣いが出たりとか。のりチャンネル。衝撃を受けたことみたいな。衝撃、いやもう能力で言ったら本当にもう本当にバケモンみたいなやつもいるんですよ。もう日本人では考えられんし、僕が見る限り絶対こいつは NFL に行くなみたいな、そんなやつはいっぱいいるんですよ、ヨーロッパにも。でそいつが NFL に行けない理由っていうのは絶対あるんですよね。だそれもやっぱ自分の中で目の当たりにしてきて、もう絶対すごい、こいつは絶対いける、こいつが行かれんかったらやばいなと思っても、やっぱり素行が悪かったりとか時間を守れなかったりとか、能力があるからって言って横柄な態度で練習をしてしまったりとかっていう人間はやっぱりいけないんですよ。だからヨーロッパと NFL の違いは多分そういう部分もすごい大きいんだろうなっていうふうに感じましたし、一回で本当にすごいやつがおったんですけど、アメリカでのキャンプの時に同じチームに来てたディフェンスバックのコーナーバックの選手がおったんですよ。でもこいつは僕はもうびっくりするぐらい能力高くて、ちっちゃかったんですよサイズが。でもこいつの能力は今まで見た人間の中で多分一番やって思うぐらいすごいやつがおったんですけど、そいつはうちのチームでカットされたんですよ。で違うチームに移動したんですよね。でその先がハンブルグかどっかのチームやったと思うんですけど、そこでコーナーバックとしてもう普通にスタメン張ってやって、でオール NFL ヨーロッパっていうところにも選ばれたんですよ。でやっぱりあいつすごかったなと思って、その後僕はアトランタのキャンプに行くときにそいつもアトランタに来てたんですよ。でそこからプラクティスクワットに入って、その本当に NFL で1本目とマンツーマンやっても普通につくんですよ。でコーチ陣とかはまあたまたまやろみたいな、あれが今のレベルやったらオールプロになるわとかって言ってコーチ陣とかゲラゲラ笑ったりとかしてたんですけど、ほんまにもうエース級のコーナーバックにアトランタになって、そのままオールプロに行って、オールプロでも何年か出てました。もう何年 もうトップのトップをやった人間っていうのがもうそいつぐらいですかね、一番僕の中でそこまで行った人間を見たっていうのは。のりチャンネル。ブレッド グライムスかなんかいう名前なんですけど、本当やばい。その NFL のそいつの映像を YouTube で上がってるやつもすごいです、はい、もう引退してますね。僕と同い年ぐらいだと思うんで、はい、何が一番すごい。いやもう能力です。もう本当に今喋ってて僕寒いも出てますけど、試合中に相手をタックルしに行ったんですよね。でタックルしようとした時に対戦相手が倒れたんですよ、バンって。タックルする前にそのまま自分はもうタックルの体勢入ってるんですけど、相手が倒れたからってその上飛び越えて前中して着地して戻っていったんですよ。で多分頭の中ではタックルをすることは 100% で考えてるのに、相手がそうなった瞬間に切り替えて爆中してそのまま立って戻っていったりとか、もう本当に考えられへんですよ動きが。ジャンプ力もそうですし、背丈も多分僕よりもちっちゃかったと思います。なんですけどその NFL でも映像とか出てくるんですけど、195センチのやつに競り勝ったりとか、ジャンプ力とバネがもう人間じゃないです。なんですけど全然人とコミュニケーション取らへんし、もうずっと一人でおるんですよ。あこいつあれやなと思いながら、まあ、僕は結構仲良くして喋ったりもしてたんですけど、そのキャンプ中とかの時に、まあ、けどあれがやっぱ多分ナンバーワンじゃないですかね、はい。じゃあ NFL のトップコーナーバックを選手として体感した。そうですね、はい、一緒に対戦もしましたし、はい、勝てない、まあ、勝てる時もありますけども、10回に1回ぐらいですね、あったとしても。はい、のりチャンネル。ここからちょっとお金の話。はい、ちなみに NFL ヨーロッパのプロ選手ってどれぐらいもらえるんですか。 NFL ヨーロッパプロ選手は僕は3ヶ月でそのシーズン中だけで100万円ぐらいですかね、ユーロで。でまあ、それは使うことはないので、別にもう向こうで全部食事もあるので、はい、それが貯金として3ヶ月後にそのまま日本に帰れるみたいなスタンスですかね。まあ、けどそれを年間で生活できるかといったらそれはできないですね。生活っていうのはどんな生活の1日、1日の流れとしては、ヨーロッパに行ってからはもうずっと3ヶ月間ホテル住まい、アムステルダムから
多分15分20分ぐらい離れたユトレヒトっていう町の駅前にあるホテルにもうずっとその中で、朝昼晩食事も全部出してもらって、練習にはそこからバスでチームメイトと移動して、で帰ってきてその後はフリーみたいな、まあ、ミーティングもありますけど、全てのこうチーム内での仕事が終わるとフリーみたいな感じで、でまあ、あとは試合が近かったりとかっていうのでも変わりますし、練習内容とかも変わりますし、だ1週間の流れで言ったら、まあ、月火水ぐらいまでは、朝練習して、まあ、その中でトレーニングウェイトトレーニングとかも自分らでして、でその後、帰ってきてミーティングとか食べてからミーティングですかね、で、まあ、ミーティングがずっとあって、夕方ぐらいに体が空く、で次の日も火曜日水曜日までは同じようなメニューで、で木曜日からちょっとメニューが下がっていって1週間に1回試合だったので、でそれに向けて木曜日金曜日はこう落としていくみたいな、で土曜日が試合やったら金曜日、アウェーの方に移動するので、練習は向こうでウォークスルー程度、もう簡単な練習だけをするみたいなスタンスで、はい、動いてました。のりチャンネル。ホテルっていうのは選手全員が入れられる？そうですね、選手全員と、まあ、家族連れてきてるやつもおったんですけど、貸し切りじゃなく一般の人も数人いるんですよ。本当にほぼ貸し切りみたいな状況でもみんな好き放題やってますし、扉は閉めとけ言うてても全員開いてますし、誰の部屋でも行けますし、もう寮みたいな感じにはなってましたけどね。日本のビジネスホテルもちょっと大きいかなって、もうそこに3ヶ月間もずっと住んでるわけなんで、もうほぼ家みたいな。で、まあ、その分食事面とかっていうのは全部出るので、あと小遣いみたいなのもちょっと出たり、もう全てを準備されて、まあね、普通にお金がかかることがないような生活だったので、はい、練習グラウンド行って帰ってきてホテルでずっと食事を全部食べてっていう生活をすると、もう1円も使わずに生活できる。で休みの日はご飯代みたいなんで小遣いが出たりとかっていうのもあったんで、はい。のりチャンネル。大学卒業して仕事とね、成功してやっていかないといけない、はい、そうですね、辞める人も多いですね。それを考えると職業としてのアメフトが日本にもしあれば、それはすごい画期的なことかな。そうですね、すごい価値もあるやろうし、まあ、自分の中ではそのプロ野球、プロサッカー、今バスケ、バレーっていうのもやっぱプロリーグっていうのができて、また卓球もそうですね、まあ、日本はちょっとやっぱそこに対して遅れてるなっていう部分はありますね。で、まあ、けど X リーグでやってる選手たちがその休みの期間だけしか練習はできないにもかかわらず、平日本当にサラリーマンと全く同じ仕事をして、その中で自分で時間を作って体を鍛えて、で土日集まって練習をするっていうのはもう本当にプロ選手以上かもしれないなっていう部分も正直僕は感じるんですよね。いい選手は大学生にも多分たくさんいるんですよね。でその子らがやっぱ X リーグでできない理由っていうのも、やっぱ仕事を本気でしたいっていう子もおれば、まあ、その数年後にアメフトはやっぱやりたいって言って戻ってくる子もおれば、はい、まあ、それがプロリーグができて、その選手たちが本当にアメフトっていうものを目指して戦ってくれる世界ができたら、やっぱアメフトのレベルも絶対に上がるので、もっと日本のアメフトとしては僕はそこを目指して動いていってほしいなと思いますし、自分もそうできるように変えていかなあかんなっていうふうには思ってますね、はい。のりチャンネル。今回ののりチャンネルはここまでです。今日は NFL ヨーロッパの話でしたが、近々アトランタファルコンズでの話もしていきたいと思います。まだのりチャンネルでは皆様からの質問やリクエストにどんどん答えていきたいと思います。内容は問いません。メッセージ欄にコメントをお願いします。次回はトレーニングについて話したいと思います。 See you next time。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ぜひお願いします。何卒よろしくお願いします。